ほう。っていうか、あの水の加減で歯車の向き逆にしたらすげえ簡単に来れました。そうなんだな。あれいけるよなこれ確か、うん、とりあえず押してみっか。ああ上に簡単に、あここまで、そっか簡単に来れるようになりました。俺今鼻んとこか、どうしよう、これ下げるじゃん。あ鼻の先っぽとかに入るとか。おお、まあれだ、根元にいた方がいいか。2個ぐらい鼻の中に入るとか違うからさすがに。なんかねえのか、あれなんかありそう、ねえのかっつうかなんかあるぞ。おやおやおや、クソエイム。こっちも消えたの一瞬。なんだよ。もう一個。もう一声。では、うん。くそー。これあれじゃないのかよ。なるほど。一番下まで持ってくじゃん。そうすると鼻に入れんじゃねえかな。これあの根本的に間違ってんのかな。これが一番最後。上からパラショールで飛んでみるとか。ここまで帰ってきて、うれ、無理。なんかないんかまず。一番上まで。あれ？これもしかして上に。
こっち？今なんか、あ、ここに来るんだ。あ、なんかいる。またお前か。こういうことじゃろ。残んのかこいつら。残んのかい。なるほど、頭に行けっつう話だったのか。頭が開いてくる。ここまで開きましたね、随分。もうちょい。あった。ああ。いやいや、なるほど。残りの制御端末はあと一個。もうちょっと。いろんな部屋があったり、すごい敵いっぱい出てきたりっていうあれじゃないけど、きついな。なるほどな。頭いい人とかだったらすぐ分かっちゃうんだろうな。あれ気になるんだけど、ん？っていうか、頭っつうか、あれ、なんか全体的、これもう一回、なんかある。騎士の斧、斧。あ、鉄ばっかになっちゃう。いや、大丈夫だべ。開いてるね。ってことはまた降りて。こっちから。そうそう、横から見た。そうそう、まっすぐ歩けなくね。一回下げっか、とりあえず下げて、ほんで上げる。
よいしょと。開いて見えねえ。いやでもあれか、開いて外からあっちに歩っていけないかな。無理かな、無理だよな。どうにかして、これ一回とりあえず飛んでみっか。どこまで行けるこれ。いやーさすがに届かないよな。なんかない？これ。どっかから入れたりとか。あと一個なんだけど。あ、ちょっと。え、嘘じゃろ。今のは登れてよ。ちょっと待って、これはここ、おお、尻尾は下がんないか、変わんないよな。一応やってみよう。こっちじゃないのか。なんだ、どういうこっちゃい。あと一個だよな。いやー、ゾウさんの鼻の入り口にはさすがに入れねえと思うんだけどな。なんかないかな。行くか。そう、行ってみます。来れたけど、来れたけど、あれ？そっち行く感じ？いや違う。出ちゃうこれから。とりあえずじゃあ氷つけとこうか。氷できない。はい、ちょっと氷できませんって。あ、いやこれでこういうことしてみてはどうでしょう。
思った以上に傾く。水を食らう。うん、鼻の裏側に乗るとか。あ、ざっけんなよマジで。刻んでくぞ。そういうこの角度は無理か。いや、さすがにすごいな。あ、これでもあれか、落っこんないように優しい。果たしてこれを優しいと言っていいものだろうか。ちょっと斜めだけどいいや。あー、しんど。制御端末はこれで全部。メイン制御装置を立ち上げられるようになった。マップをよく見て。新しく光っている大きな印があるはず。そこへ向かって。だけど気を緩めずにね。ボスだな。ありがとう。いやー、超頭使うなこのゲーム。うん、面白いけど、めちゃくちゃ面白いけど、基本脳筋にはあれなかなか。行きますか。面白いな。ダイナミックだな。すげえな。うん。来るんだろう、ここにボスが。分かってっから。早く出てこいよ。起動させまいと。いいの？へへ。やば、くそ、これどうやって受けりゃいいんだ。待てと。魚食ってけ。やったー、3点バーストでよかったぜ。あ、待てと。いいで、これで。なんぞ。ぐはー、なぎ払われた。しっかり。おー、どここは池じゃろ。
あ、ちょっと待って、待って待って、聞いてない聞いてない。今が狙い目。どうすりゃいいんだこれ。うわあ、カオス思い出すな。これ3点バーストマジ最強かこれ。あ、くそ、かわせねえ。あと1回できるんじゃないの。待てと。壊れちゃった。マジでやべ、どうなってんだこの野郎。ああ。やるじゃねえかよ。なるほど、ボス戦からか。これ良かったね。うん。これでちょっとやってみようか。あ、あの槍に気をつけて。射程がすごく長い。あ、結局。ボートで合わせてくれんの。ちょっと待って、思いっきり食らってね今。さっきそれやんなかったじゃん。それどうやってかわすんだよ。どう、かわせんがそれ。しっかり。やべえ、ちょっとあまりダサいっすか。女の子まで見せたくないんだから。レーザーあれどうすりゃいいんだ。もう縦でガードするしかねえのか。マジ無理よあれ。かわそうと思ってもかわせねえもんな。かわずするしかないか。しっかり盾構えて、あーあと回復せなあかんな。これ使ってけ、こういうの。え、なんで？ひよってねえあいつ。すがだな。あ、それ無理。ちょっと待って、やべ、またやっちゃった。あ、盾ボッコれたぞ盾。おい、マジか。雑魚い盾でよかった。いい盾ボッコれたんだが、なんで味すんだよあんな。
お、あ、ちょっと卑怯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 、ひよれよそこは。くっす、どうする。あ、もういいやこれで。次で指名だ。なんで、やったやった。てっきりボスはなんか英傑とやんのかと思ってた。あの洗脳されたみたいな感じで。ありがとう。おかげで私の魂は解放されて、このルッタも取り戻せた。でも昔のように遊ぶのはもう無理みたい。治癒の力も魂だけになった今の私には使えない。だからあなたに託すね。私の力、ミファーの祈り。昨日までずっと泣き続けてた。魂だけになってここに囚われて、これから永遠に一人きりなんだって。だけど今日あなたが救ってくれて、こうしてもう一度会えた。そしてこれからは私の力があなたの助けになれる。だからもう大丈夫。じゃあ行くね。私とルッタのお役目を果たさなきゃ。あなたがあの城でガノンと戦う時の援護、今度は失敗しないから。リンク、あの人を、姫様を助けてあげて。
たのおかげで私はリンクの役に立てる。あの人がハイラル城で厄災ガノンと戦うとき助けてあげて。あなたの一撃でできるだけガノンの力を削って、それがリンクにしてあげられる最後の助けだから。ガノンを封印できたらハイラルに平和が戻る。あなたと私も役目を終えられる。お父様、お元気かしら。私、わがままばっかりでいっぱい心配かけて。できればもう一度会いたかったな。切ねえなあ。そっか、助けらんねえのか。なんとなく分かっちゃいたけど、スクライド の、 あのシェリスの話をちょっと思い出しました。切ねえな。くっそ、頑張っから俺。行きましょう。ですね。こっちだね。ああ、いかんいかん。これからじゃろ。名前そういえばあれなんですね。ドレミファソラシドなんですね。あのレイブを思い出しますね。なんだっけ、レミ、フーはソラシドだっけ。あ、マスターソード。マジか。
助かったよ本当に。かっこいいな。マスターソードの話もうちょっと聞きたいんだが。光、降臨の槍？そうなんだ。さてどうするか。うーむ。馬上で扱うことも多かった。そうなんだ。では取っとこう。お守りだ。どうしよっかなーって。あ、シドにお話。今後ともよろしく。最高だよ。いいやつ好きだわ。あ、ゾウさん。うんとあいつどこいたっけ。あれ、あいつどこいたっけ。どっかの、そう、どっかのね、あ、ここか。確かここだったかな。盾増やしたいんで、妖精をポーチに。それ妖精、まあいたのはわかんだけど、あれどうやって捕まえりゃいいんだ。瓶、空き瓶か。やっぱり折った。リバーサイド座ってる。
あ、立ってんの。へい。中央ハイラル。うん。うむ。立てよ。あ、一個。あー、振り分けなんだ。あ、そうなんだ。振り分けなんだな。よっしゃ。とりあえず5枠。あ、じゃあ盾、弓もやるか。お願いします。振り分けなんですね。どんどん増えてくんだ。Thank you. いくつ ?8 個。どうしよっか。いや、やめとこ。くっそ、マジか。8か。6ぐらいだと思ってたからよ。先にやっちまったけど。まあ、いっか。うん。さてと、じゃあどうしますかね。まあ、とりあえずこれつけに行くか。これなんだっけ。あ、祠か。うん、ゼロか。体力でも1個増えたな。そろそろ新しい防具とか欲しいんだけどね。なかなか。あ、やべえな、結構まずいことになってるな。もうちょいこっち。